とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、ゲットしたアイテムを使っていきましょう。これ、頑丈なシュルカーアーマー263ですね。エンチャントで、毒フォーカス、クールダウン、霊気がついてます。毒武器がすごく向いてて、さらに、霊気と、元々のスキル、囲まれた時に 15% かな?ダメージダウン。それでね、生存率も上げてるんだけど、どうでしょうか?武器はもちろん、覆われた怒り。で、弓に、残忍なクロスボウ入れてます。流れ込む魂と、球根がついてるやつ。なので、回復は、一応、吸収、吸血でできて、リフレッシュで、ポーションも回復する。で、さらには、流れ込む魂でも回復していくっていうことなんで、どうでしょう。そこそこ、生存率は高く、ダメージもね、こんな感じで、結構与えれるのよ。いいんじゃないかなと思うんですけども。ま、とりあえず、どんな感じなのか、いつものここで使っていきましょう。敵が多いからね、囲まれた時にどんな風になるのか、わかると思います。プラス25で、行くぞ!それでは行きましょうか。実際ほんとね、これ、使ったことなくって、どれぐらいの効果を発揮するのかが、ちょっといまいちわかんないんだよね。前なんか囲まれてやった時、ボコボコに食らった気がするんだけど、あ、食らうよ!食らう食らう。むちゃくちゃ食らうじゃん。ま、食らうんだけども、あれか。スーで食らうよりも、マシですよっていう感じかな。あ、でもね、いいね。やっぱこれだけ、耐久スキルを入れてると、全然倒せる。食らったとしても、まあ流れ込む魂。そして、吸血で回復するからね。すごいね。ボッコボコ吹っ飛ばすね。すげえ。あ、強いよ。強い。ものすげえ強い。おうおうおお。近接でやるなら最近だったらもうほんと、これ使いたいなって思うぐらい、強い。そうね。高速周回はまあ、どうしてもね、カバンビルドの方が、いいんで、ぴょんぴょんした方がいいんでね。あれなんだけども、近接で、っていう時だったらこれは全然いいな。ダメージを多分、ちょっと待って、もうちょっとしっかり食らってみる。ちょっと嫌だけど、ちょっと待って。あー、結構食らう。 OK。 おうおう、もうほぼほぼ即回復するもん。200万ぐらいは多分即回復してるんだと思う。これは、はい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 。あ、なるほどね。で、アーティファクトシナジーついてるから、羽を使って、発動させながら戦うと、あ、なるほど。ダメージがね、1.8 倍になるんで、さらに強くなる。はい、おお、強い。やっぱ怒りは強いね。うん、おすすめできる。ものすげえおすすめできるわ、この武器は。で、防具も、うん、やっぱ向いてるんじゃない？まあ、霊気っていうのがすごくいいと思うし、どうなんだろうね。この近くの敵にシュルカーの弾を発射するが、ちょっと意味がわかんないんだけどね。どんな感じ？ちょっと敵に攻撃してみたいな。あ、あははは。え、いや、一応攻撃するよ。で、浮かせるよ。浮かせるんだけども、いや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 、これ雪玉の劣化版だな。まあまあ、雪玉1とほぼ変わらないか。そうか。15%。だったら 35% 軽減の防具の方がまだマシなのかな。まあまあ、でも全然、いい感じか。
うん、やっぱ火力はすごい。火力はもう抜群ですよ。うん、毒ダメージとかがもうえぐいんで全然強いし、やっぱ263だからね、耐久力もありますよ。うん、あ、もうアイテム持てないんかい。アイテム持てないんかい。あー、もうちょっとなんか整理しなきゃいけませんね。はい、ということで今日は新しく入手してみたこれ頑丈なシュルクアーマー使ってみました。見た目はね、そんなに好きではない。そんな好きではないけども、まあ、全然使っていけそうな感じではあります。ただ、この、敵に囲まれた時のダメージ減少が 35% 軽減の方がマシなような気がするんで、まあ、もっといいのが出れば使わなくなるんでしょうけども、まあ今のところはそこそこいいかなっていう印象です。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。